未成年ででらららっっっっしゃいいいいいまますすすよね、はい、昔かかかかそういう子供だたたたの違いますちょととと可愛皆さん佐藤ささんから清原さん原になんか聞いてみたいこととか僕はたくさんあるんですけど、うん、どうな,なんだろうな、そのまだ未成年でいらっしゃいますよね。はいはあ なるほど,なるほどいや考えられないですけどね20まあ中盤ぐらいの<あ>いやなんですか堂々としてる<あ>あの主演作品をもう56本をやってきてますもっとか 10, 10本以上やってきてますっていう貫禄を<あ>あの当時1年前以上の撮影の時からこう持ってらっしゃったんですけどあれは何でなんですか<ど> <laughs> え <laughs> なんんかその堂々とされるんですよ、はあ、本当にいやいやだから監督に何かこう意見するときだとか、まあ、誰かに意見するときだとかも全く物おをしないというか、はあ、まあちゃんと自分のこうまず演技の芯みたいなものを持ってるっても当然なんですけど10代っていうのが信じられないんですよね。はあ、本当ですかか嘘はついてない, <laughs> 嘘はついてないん、はあ、なんか 昔からそういう子供だったの。いや。先生とかに反向かってたの。<laughs> いやどんなイメージが佐藤さんの中であるんですか。え元ヤン？違います。<や>あ違うんだ。どういう？全然違います。<laughs> それは違うんだ。<laughs> はい。えじゃあ本当<の>すごいね堂々とされてるんですよ。いやいや中でも、まあ。まあ監督も思いませんでした。いやあの最初にあの NHK の朝ドラの青空あ夏空 <laughs>。 夏空を <laughs> 見たときにあの、ね、妹なんだけど最後30歳ぐらいの役、はい、もうびっくりしました、あの堂々と30歳できるとそっちのほうがしっくりくるそそれもそれもでどうなんでも、本当に大人っぽいんですよね、本当に<や>秘訣は。秘訣 <laughs> でも,もうずっと緊張してるんです、私、現場に。 ああそれは何となく分か,りますそうかずっと緊張して多分もう動かないぐらい緊張してるのが堂々としてる風に見えてしまっているだけでもう今もちょっとヒヤヒヤヤ確かにその初めて初日の舞台挨拶する時に変わらずすごい凛とされててでいざドアに入る直前にすごい今緊張してるんですって言われた時はちょっと可愛かったです、うん。<laughs> ちょっと岩根をポロっと出したところは、ね、緊張してたのっていうはありましたね。わかりました。ありがとうございます。はい。